皆さんこんにちは。僕は東です。私は光です。僕たちがこれから紹介する常温収縮型直線接続材料は、今まで9時間もかかっていた工事を4時間以下に短縮できる画期的な新素材なんです。ぜひご覧ください。ケーブルの前処理。まず作業手順書に従いケーブル前処理をしてください。部材の挿入。ケーブルシースを清掃し、遮蔽メッシュ、防水チューブ大、防水チューブ小2個をケーブル上に挿入します。防水チューブ小のコアリボンが外側に来るよう挿入します。遮蔽メッシュは防水チューブ台の上に装着しておくと作業スペースが小さくなります。胴体の接続後は挿入できませんので、入れ忘れには注意してください。胴体の接続。胴体接続管を圧縮工具で圧縮します。胴体接続管はキット付属のものをご使用ください。圧縮後、生じたバリや突起部はヤスリで除去し、平滑に仕上げます。ケーブル絶縁体の清掃。ケーブル絶縁体と接続部を清掃します。ケーブル反動電装に溶剤が触れないよう注意して拭きましょう。耐火マイカテープ巻き。ポリエチレンテープで巻き始め位置に耐火マイカテープを固定したら、半重ね4往復巻きます。耐火マイカテープはシワができないようによく締めて巻き、スリーブの段差が大きい場合は隙間を埋めるように巻きつけます。テープの終端はポリエチレンテープで固定してください。シリコーンテープ巻き。次にシリコーンテープを元の幅の3分の2くらいに引っ張って、ケーブル接続部の鉛筆削り部間を半重ね4往復巻きます。はじめに接続中央部の太さを測定します。自己誘着テープを元の幅の3分の2くらいに引っ張って、両側のケーブル反動電装から10ミリ離れた位置の間を接続中央部の厚みが6ミリになるまで半重ねで巻きます。自己誘着テープ層の両端はストレスコーン状になるよう仕上げます。自己誘着テープは指定以上に巻かないでください。ストコン反動電部処理。反動電性テープを両側のケーブル反動電性テープ間にケーブル遮蔽導テープ端を少し押さえるように元の幅の2分の1くらいに引っ張って半重ね1回巻いてください。反動電性テープは指定以上に巻かないでください。遮蔽層の接続。ケーブル処理部にあらかじめ挿入しておいた設置用遮蔽メッシュを移動させ、接続部に密着するように伸ばします。両端のケーブル遮蔽層上に設置用スプリングを巻きつけて固定します。安全のため必ず手袋などをはめて作業を行ってください。
両端の設置用遮蔽メッシュの予兆を折り返します。反対側も同様に作業し、両端で遮蔽メッシュがケーブル遮蔽層に密着していることを確認します。遮蔽メッシュ端部処理。両端とも半導電性テープをシース切り口からメッシュ折り返し端部まで半重ね一方向を巻きます。遮蔽メッシュの端は鋭利なので気をつけてください。防水テープ処理。防水テープを指定寸法通りにほぼ3分の2幅くらいに、テープが多少白くなるまでよく引っ張って半重ね一方向を巻きつけます。防水テープは指定以上に巻かないでください。防水チューブ、ショーの装着。テープ巻き部上の指示寸法位置にマーキングを行います。ケーブルシース上の防水チューブショーの端部をマーキング部に合わせて、小割りボンを反時計回りに大きく回しながら静かに引き抜き、防水チューブショーを収縮させます。反対側も同様に作業します。防水チューブ、台の装着。防水チューブ症状の指示寸法位置にマーキングを行います。ケーブルシース上の防水チューブ台の端部をマーキング部に合わせて、小割りボンを引き抜き、防水チューブ台を収縮させます。これで完成です。レジン圧入、ハンダ付けがいらないので作業がとてもやりやすく早くできますよ。今までに比べると停電時間も少なくて済むわね。画期的だね。ぜひ現場で採用してみてください。